はい、それではですね、昭和41年の判例から説明していきましょう。で、この判例ですけれども、平成の28年の予備試験ですね、その元ネタになりました。まあ、ほぼまま出てきたというふうに言っていいぐらいだと思いますね。なので、この判例をしっかり勉強していれば、まあ、本当にラッキーな問題だったというふうに言っていいですね。まあ、ボーナス問題っていうふうに言ってよかったと思いますが、ただこの判例の理解そのものが非常に難しいですし、またですね、かなり突っ込んだところまで聞かれたんですよね。だから、まあ、実際はその現場でね、対応しなきゃいけないっていう人がほとんどだったと思います。しかもまあ出来もそんなに良くなかったですね。再現答案とかを見る限りでは出来もそんなに良くなかったです。なので、まあ、相対的に見たらかなり難しい問題だったんじゃないかと思います。で、今からちょっと説明してみたいなと思うんですが、この判例を理解するにはどうしてもね、要件実論の知識っていうものが必要になってきてしまいますので、ちょっと理解難しいなっていうふうに思った人は一旦要件実論の勉強をした後にですね、もう一回聞いてもらえるといいのかなというふうに思いますね。まあ、この講義の中ではね、どうしてもね、そういうところが出てきてしまいますからね。なので要件実論の、ね、知識を入れた後にもう一回説明聞いてもらえるといいんじゃないかと思います。さて、じゃあやりましょう。 X は公と違う自己の所有であるというふうに主張して、 Y および Z に対して所有権移転登記、抹消登記手続き請求をしましたと。今現在ね、登記持ってるのは Y なんですけれども、 Z を経由してますんでね、 Z も被告になっています。で、 X および Y らの主張は次の通りであると。 X の主張ですね、X は被告 Z より1000万円を借り受け、 X 所有の本件土地について代物弁済予約契約を締結したと。しかし X は A から金を借りて Z への借入金を返済したので、土地所有権は移転しなかったというふうに言っていますね。まあ、要件事実論的に見るんだったら、代物弁済契約、代物弁済予約契約と、あとはその予約権の行使ですね、これが公弁になって、でその後ね、まあ、借入金の返済っていうのはありますけども、これも最高弁になるということでしょうね。まあ、そういうふうに X は言っています。で、これに対して Y らはどういうふうに言ってるのかっていうと、 Z は本件土地を代物弁済契約によって取得して登記を行ったと。まあ、ここまでは X の主張とほぼ同じです。しかし X は借入金の弁済をしていないというふうに言うんですよね。だからまずですね、 Y らはこの代物弁済の予約ですね、この部分を Y らは主張していると。で、その後どうしたのかっていうことなんですけれども、その後ですね、Z は A に対して本件土地を1000万円で売却したっていうふうに言うんですね。で、その際 A と X との間において X が A よりこれを代金1000万円で買い取るという合意ですね、これがまあ成立したと。しかし X が所定の期限までに代金を持参しなかったので、その契約は失効したというふうに言うんですね。だからここで、まあ、予約があったというふうに言っています。で、その後ですね、 A は本件土地について子供である Y 名義に所有権移転登記を済ませたということですね。だからまあ今現在 Y 名義だというわけなんですよね。はい、こういう状況です。ちなみに、この Z はですね、この A に対して本件土地を売りましたと。あとは A が Y に対してこの登記ですね、これを移転しましたというのは、まあ単なる事情ですね。これは要件事実ではないということになります。さて、現判決どういうふうに言ったのかということなんですけども、現判決は次の通り事実を認定し、 X の請求は認められないというふうに判事しました。本件土地は代物弁済により Z に所有権が移転したと。ここまでは問題ないですよね。これ当事者が主張している事実になりますので問題ないと。で、そして X は所定の期限までに借入金の弁済をなしていないということですね。で、なので、まあ請求棄却になるのかなというのは、それはまあ当たり前かなと思うんですが、しかしその後にいろいろ言ったんです。余計なことを言ったんですね、要するにね。その後 X は A より金1000万円を借り受けて Z より本件土地を買い戻したというふうに言ったんですね。だからまあ貸し付けがありましたと。で、そしてこれで買い戻しを行いましたというんですね。で、さらにですね、次のように言いました。 A に対して本件土地を借り入金の売り渡し担保として譲渡し、2ヶ月の期間内に金1000万円で買い戻し得る旨を約したが、 X においてその買い戻し期間を許可したので、 A の子供である Y 名義に所有権移転登記手続きがなされたということですね。まあ、譲渡担保がなされた、売り渡し担保ですね、これがなされたと。で、弁済しないから所有権が移転しちゃったというんですね。さて、で、これについて最高裁はどういうふうに判事が判事したのかっていうと、ちょっと4審を見てほしいんですが、現判決は X において本件土地を Z より買い戻した旨を認定した以上、
X が現に本件土地所有権を有しないのは X より A へ本件土地を譲渡したという理由によるものであって、Z が X より本件土地を代物弁済により取得したという理由によるものでないと言わなければならないと。しかるに X より A の本件土地譲渡の事実は原審口頭弁論において当事者の主張のない事実であるから、現判決は当事者の主張のない事実により X の前期請求を排斥したものというべく、右方は判決に影響があることが明らかであると、こういうふうに言ったんですね。でこの判例なんですけれども、まずですね、結論においては正しいでしょうね。当事者の主張のない事実を認定して、でそれでまあ現判決に弁論主義違反あり、とこれは問題ないと思うんですね。しかしですね、この判例の理由付けはおかしいんじゃないかと思います。なぜおかしいのかということですね。でなぜおかしいのかって言いますと、この判例を問題にしているのはこの部分ですね。この、譲渡担保、譲渡っていうふうにね、この本件土地譲渡っていうふうにこの判例を言ってますけど、この譲渡担保、売渡担保のこの部分ですよね。でしかしですね、こっちのこの買い戻しの部分ですよね、こっちも実は問題あるんじゃないかと思われるんですね。買い戻しに関しても当事者の主張のない事実ですのでね。でこの部分についてはですね、これはこれ要件実績何になるかっていうと、これ予備的請求権になります。最高弁だって見方もねあり得ると思うんですけれども、これ予備的請求権になるというふうに考えるべきです。どうしたのかっていうと、もともと X が所有権持ってましたっていうのと、買い戻しによって所有権を取得しましたっていうのはね、一旦所有権を失った上で買い戻しによって所有権を取得しましたっていうのは、これはその所有権のその取得した時期が違いますので、なので別の法的効果になります。だからここはですね、請求原因別だと考えなければいけません。もともと X が所有権持ってましたっていうのと、買い戻しによって所有権を取得しましたというのは所有権を取得したその時期が違いますからね。だからこれは予備的請求原因というふうに見なければいけないはずなんですね。でそうなってくると、この部分については当然 X が主張しなければいけません、ね、請求原因、予備的請求原因ですから X が主張しなければいけません。でにもかかわらずですね、 X はこれ主張していませんよね。だとすれば、こっちもより問題なんですね。こっちの方がより問題だというふうに言うことができます。だからこの判例はこの部分をね、もっぱら問題にしていますけれども、実はこっちの部分にも問題があったし、またよりこっちの方が問題じゃないかと、ね、請求原因事実を X が主張していないにもかかわらず、ね、これを認定してしまってるからということですよね、はい、要件事実的に見るんだったら、ね、この部分が予備的な請求原因になって、でこれが予備的な公弁になるんでしょうね。ただまあもちろんね、両方とも当事者は主張していませんということになるわけですよね。だから本来だったら、この代物弁済が行われて X は所有権を失ったというところで止めとけばよかったんですよね。その後ごちゃごちゃ言ったのがまずかったということですね。でだけど、事実から多分そういうふうに、証拠からそういうような事実がね、認定できたんだと思うんですね。じゃあ原審はどうしたらよかったのかということなんですけれども、原審はですね、こういうふうにすればよかったですね。まず X から代物弁済によって Z が所有権を取得しました。でこれで X が所有権を喪失したことは確定しましたので、これで直ちに請求棄却と。で仮にですね、 Z から X が買い戻しをして、でさらに A に対して譲渡担保に供したという場合であったのね、そういう場合であったとしても結論は変わらないと。だから要するに今言ったように仮にっていうふうに仮定的に言っとけばよかった。で仮定的にっていうふうに言ったんだったら、これは暴論非難になりますので、なので排斥することができたはずなんですね。しかしこの部分を確定的に認定しちゃったんで、この判例が言うようにですね、ちょっともう一回ね、その河川部の前のところ見てほしいんだけれども、 X において本件土地を Z より買い戻したまで認定した以上、X が現に本件土地所有権を有しないのは X より A へ本件土地を譲渡したという理由によるものだと。これ確定的に認定しちゃったから、だからこの譲渡担保っていう部分がね、意味を持ってしまったと。仮定的に認定したんだったら、代物弁済によって X は所有権を失いました、でこれで請求棄却ですと。で仮に買い戻したんであったとしても、譲渡担保によって所有権を失ってるから、やっぱり結論は変わらないよねっていう、そういうふうに言っとけばよかったってことですよね。そしたら暴論非難と。だから両方とも理由は生きるわけですからね。少なくともこの代物弁済によって所有権を失ったと、こっちの方がメインの理由だというふうにね、そういうふうに排斥することができるわけですからね。だから仮にその買い戻して譲渡担保に供した場合であってもね、その場合であっても結論変わらないよねと。確かにこの買い戻し譲渡担保の部分は当事者主張してない事実かもしれませんけれども、しかしそれは暴論非難だというふうにして排斥することができたはずなんですよね。だから原審は今言ったように認定すればよかった。だからもうちょっと詳しく説明すれば、その原判決は次の通りっていうところの、その後 X はうんたらかんたらの部分を仮にっていうふうに、そういうふうに言うなら留保をつけた上でですね、仮にそういう事実が証拠から認定できた場合であったとしてもっていうような感じで留保をつけた上で認定すれば、弁論主義違反にはならなかったということなんですよね。はい、ということで非常にね、理解の難しい判例ということになりますね、これはね。
で、あとね、最後に本件で弁論主義違反はないとする立場というのがあります。これ何なのかということなんですけども、これも平成28年の予備試験で聞かれたんだけれども、生の事実論なんていうふうにね、そういうふうに言われるんですが、判決の基礎となるべき生の事実は全部弁論に出てきてるんじゃないですかっていう話です。これどういうことなのかって言いますとね、A から資金が提供されて Z から土地所有権が離れたという事実、これどういうことかって言いますと、 A が X に対して貸付をしたんだと、でそれによって買い戻したんだと、これが現判決の認定ですよね。だけどそうじゃなくて、Y らの主張はですね、これは A がお金を出して Z からまあその土地を買ったんだと、でここで X との間でまあね、その売買の予約がなされたんだと、こういうふうに見てるわけですよね。だから結局 A がお金を出して Z から土地所有権が離れたというのは、これは変わらないんじゃないかっていうことなんですね。でそして AX 間で資金を X が A に支払えば土地は X のものになるか、さもないと土地は A のものになるという約束があったが、 X は金を支払わなかったと、これもそうですよね。結局ここで予約があって、だけど X は金を払わなかったと、だからね A はまあ Y にその登記を移転したんだと、こういうふうに言ってるわけですね。で原審はどういうふうに考えたのかっていうと、これはまあ譲渡担保だったんだと、ね、でそれで払わないから、まあ、結局所有権 A に移転しちゃったんだよっていう、こういうことですよね。で結局これはね、まあその事実ベースで考えるんだったら、その資金を X が A に支払えば土地は X のものになるけれども、しかしさもないと土地は A のものになるということですよね。だけど、まあ、X は金を払わなかったと、こういうふうにまとめることができるわけですよね。でそして今言ったような事実の見方が当事者で違ってるわけです。まあ、さっき説明した通りですよ、まさにね。ワイラはどういうふうに見たのかっていうと、ZA の売買と、それからこの予約だというふうに見たわけですよね。で原審はどう見たのかというと、これは X による買い戻し、 A から提供された資金で X は買い戻しましたということ、それから AX 間のその譲渡担保というふうに考えたわけですよね。だから結局その事実そのもの、必要な事実そのものは全部ですね、弁論に出てるんだから、だからそもそも弁論主義違反はないじゃないかと、当事者の主張している事実だからと、こういう見方ですよね。でこの立場によった場合には、これは釈明義務とか、あるいは法的観点指摘義務の問題になります。必要な事実は全部出てるわけですから、ね、まあ、特にやっぱりこれは 法的観点指摘義務の問題になるでしょうね。釈明義務っていうのは通常その必要な事実が出てない場合に言いますので、なので必要な事実は全部出てるっていうふうに見るんだったら、法的観点指摘義務の問題になるということですよね。はい、しかしですね、これに対してもさらに批判がありまして、確かに生の事実としてはね、弁論に出てるかもしれないけども、当社は主要事実っていうふうに認識してない可能性が高いんですよね。だとすれば、主要事実として主張がない場合にはそれを認定してしまうとなったら、やっぱり弁論主義に反するんじゃないかと。確かに弁論に出てるかもしれないけど、それは主張してるわけじゃない、主要事実として主張してるわけじゃないからというわけですよね。はい、っていう話がね、平成28年の予備試験に聞かれた、まあ、一番最後のね、その批判の部分はね、考えなくてよかったんだけれども、ただね、その生の事実論をベースにして法的観点指摘義務違反があるんじゃないかみたいな話はね、そのしなきゃいけなかったんですね、平成28年の予備試験ね。なので、まあ、今言った説明っていうものをね、踏まえた上でですね、で平成28年の予備試験の問題をね、ちょっと見てもらえるとね、いいんじゃないかというふうに思いますね。はい、まあ、今言った話よりね、よりまあ単純化されてますし、誘導もありましたんでね、なので、まあ、今言った話に比べると簡単じゃないかなと思うんですけどね。ただ大体まあ概ねですね、今言った今私が説明したような問題っていうものがね、平成28年の予備試験で聞かれたよということですよね。はい、いいですかね。じゃあ、このチャプターはこれでおしまいにしたいと思います。